久保さん、久保さん、まあ、今回はですね、人は変えられない、人は変えられないっていうテーマでお話ししましょうか。まあ、これ、僕が行き着いた答えなんですけど、人を変えられないってどういうことかっていうと、他人,他人は変えられないか。他人は変えられないですね。うん。で、なんでかっていうと、他人、自分の意志と他人の意志が違うってことですね。<laughs> そもそも。 意思決定が、意思決定するのは自分ではない、他人である、だから、その意思決定を操作することは難しいっていうことですね。うん。ただ、昔、そのオウム真理教のすごい事件があって、そのマインドコントロールみたいなのして、だけど、結局その、その事件が起きた後じゃあ、その事件を起こした人たちっていうのは、その事件をあの悔やんだと思います、やった人たちっていうのは、あ俺、なんて悪いことしたんだろうみたいな。 多分これまあかなりね昔になってるんであれですけどまあその事件を起こした人たちの手紙みたいな昔 NHK かなんかのドキュメンタリーやってたと思うんですけどまあそれでまあなんかいろいろとねもちろん反省してない人もいたのかなまあちょっとわかんないですけどうんだからあの全部を変えるって難しいんですよね一時は変えられたとしても変えられないんですよそ人間の本能っていうのがある,あるわけじゃないですか うん、だからその本能自体を変える DNA レベルで変えるって超難しいし多分無理だと思うんですよねうんだから例えば何やろうなうんアリさんがアリさんが巣を作らなくさせるっていうのは難しいですよね 蟻は多分生まれた瞬間なんだろうな、巣を作る、巣を作るために働くっていうのが刻まれてると思うんで、それを変えるって超難しいことだと思うんですよね。うん。で、まあ僕が結論出したのが、あの、人他人は変えることはできないけど、他人に見せることはできるよって話で。<laughs> 他人を変えることはできなかったとしても、他人に背中を見せることはできると。これが結論ですね。だから、 あのー、やり続けるっていう。だやり続けると結局、背中を見る人は、あ、まだやってんだみたいなね。そう。あのー、もう僕もブログを今年から毎日書いていて、まあ、今で何ヶ月目だ。もう9ヶ月目突入して、まあ、9, 9月ももう半分超えたんで終わるじゃないですか。ということは、えー、っと30日でもう250記事以上ぐらいは書いてるのかな。毎日書いてるんですけど、 まあ、久保さんが言う通り、吉田さん、今日ブログ書いてないですよ、みたいな。ね、23時頃、23時50分ぐらいになんか連絡来たんですよ。で、僕、ちょうどブログ書いてて、で、コンサルとか結構詰ま,詰まってて、で、その日、その、なんだ、書くのが遅かったんですよ。だからギリギリ、その日に、23時58分とかに投稿したんですけど、なんか23時50分ごろ、あれ、吉田さん、今日ブログ、 更新されてないですよみたいな言われて、いや、今書いてるし、みたいなね。今書いてんねん、みたいなです、ね。いや、今日忙しかったね、みたいなね。ち言いましたけど、まあまあ、その日にね、投稿しましたけど、ギリギリで。だから、やってると、結局、その、まあ、その、そういうものになるってことですね。うん。だから、その、選ばれる人間になるっていう。だって、その、なんでかっていうと、 あれ背中を見てたんだけど、この人背中、あのー、見えなくなっちゃったみたいなね。じゃあ見え、背中を見てる人って背中見たいんで違う背中を見に行くわけですよ。だから必然と背中を見せ続けてる人が選ばれるってことですね。<laughs> だから例えば、その、な、あ、ん、のー、だろうな。YouTube を見ています。まあ、YouTube を見ているっていうところが背中を見ているっていうところであるならば、例えばチャンネル登録しました。じゃあ、その人全然更新しない。 じゃあ毎回毎回更新してもアクセスあの更新がない、1年アクセスしても更新がない、2年アクセスしても2年目でも更新がない、3年目、見に行きます、見に行かないですよね、まあ、これが会社で給料もらえないでも働きますかみたいなところと精通すると思うんですけど、見に行ってもね、会社で働いても給料がもらえないのに、会社で働き続けられますか、見に行っても更新されてないメディアを見続けられますか、更新してないんですよ、無理です。 なので、結局、背中を見せてるるところに集まるうんだから億万長者合宿のまあ本質っていうのは何かっていうと、あのー、背中を見せるってことなんじゃないかなと思いますね。だって最初の、まあ、最初の段階としてはでしょ、あのー、もう販売のためにやってたわけですよ。億万長者合宿の集客、億万長者合宿を売るという名目でや,って、まあ、や,やり始めたわけですよ。 でも、億万長者合宿が去年のもう5月ぐらいに、もう4月の終わりかに開催して、もう1年以上経ってるわけですよね <laughs>。いらないですよね。もう販売終わってんだから <laughs>。もう合宿終わってますよって話して。だから、まあ、なんでこれを続けてるのかっていうと、まあ、その背中を見せるっていうところですよね。背中を見せると集客できるよっていう。それだけで。なぜならば、YouTube を見たい人は、更新が止まったらね、 他の人を見に行くんで例えば、フジテレビ見てて面白いな,な、なかったらね、日本テレビ行くじゃないですかで。日本テレビ面白くなかったらね、なんか東京テレビ行くじゃないですか、テレ東。まあ、テレ東面白くなかったら、今度は、なんだ、アメバ TV 行くじゃないですかとかね <laughs>。ね。じゃあ、アマゾンプライムでね、映画これ面白くないなと思ったら違う映画見に行くだろうし <laughs> そう。だから、まあ、本当はね、やり続けるっていうことは、背中を見せるってことがどれだけの、 影響を与えることができるのか、人に影響を与えることができるのかっていうところを、まあ、ほとんどの人は知らないまま終わりますね。なんで知らないまま終わるかっていうと、続けられないからです。だから、これ、続けた人しか分かんないですよ。本当にその先っていうのは、続けた人、その道を歩き続けた人しか分からないです。だから僕たちがいくら言っても分かんないです。腑に落ちないです。だってやってなければ。 で、それを僕は、あのー、背中を見せてね、いやいや、この再生数でね、この再生数で、こ,この顧客数で、ね、4年飯食えてるよ、自由にっていうところを見せ続けるっていうね。あれ、この人、この人、まだこの再生数で、まだ自由にやってるぞ、みたいなね。<laughs> どういうことだ、このからくりは、みたいな話じゃないですか。うん。だ普通に考えて、普通じゃないんですよ。 大体は、あのー、ね、数持ってればそれは分かるじゃないですか。かヒカキンさんが億万長者にな、億万長者ですって言われたら、誰もが分かりますよね。その数持ってるし、日本一だし。ね、知名度で言うならば。僕、知名度と、久保さんと僕の知名度、日本一ですか ?YouTube の中で。いっぱいライバルがいる中で、知名度どうですかヒカキンに比べると多分、未人口ですよね。だダニレベルだと思いますよ。 見えないいダニレベルだと思いますえそうじゃないですか。それでもビジネスできる理由っていうのは、うん、まあこのやり取りの、やり取りに本質が見える人がしかわかんないですね、うん。僕たちが選ばれる理由ですよね。そのダニが選ばれる理由っていう。そ,うだ、まあ、そんな感じでございますね。はいということで、まあ続けろということでございますけども、あのー ただね、行ってみないと分かんないですね。うんつ、続けてみないと分かんないしうん。でもね、僕はね、続けるべきだと思うんですけどね、久保さん。だって、続けても続けなくても人生変わんないんですよ。じゃあ、続けた方がか人生を変える可能性が高いわけじゃないですか、どう考えても。でも、続けなかったら、あのー、変わる可能性低いわけじゃないですか。 であと何を続けるかですよね、結局情報発信を続けなかったとしても、会社で働くってことは続けないといけないわけじゃないですか、じゃあ会社で働くことをね続けてね、人生変わりますっていう、だからその歩いてハワイに行けないよと、歩いて月には行けないように精通するんですけど、どうせ続けるんだったら、可能性がある、自分のライフスタイル、自由に暮らしたいんだったらでしょ自由に暮らせる え可能性があるところを続けた方がいいと思うんですけどみんな可能性がないことを続けてるんでそれは無理だよっていううんまあそんな感じですねはいいってらっしゃい